ようこそアメージングジャパンへ。パーソナリティの咲です。皆さんは世界の三大料理がどこの国の料理かご存知ですか？正解はフランス、中国、そしてもう一つは日本と言いたいところですが、残念ながら日本食は三大料理には入っていません。世界の三大料理といえばフランス料理、中国料理とトルコ料理なんです。これらの国々はかつて王朝があり、王様や皇帝などに提供するための宮廷料理があったところ、日本だって世界に誇る歴史を持つ皇室があるのですから、当然三大料理に入っていても良さそうなものなんですけどね。実は日本食の人気が高まったのは比較的最近のことなんです。日本料理が世界で人気になったその証拠に、和食が2013年にユネスコ無形文化遺産に登録されました。世界中から関心を集めている日本食、どんなメニューが人気なんでしょうか？アメリカ、中国、台湾、韓国、香港から来日した観光客を対象に、最も満足した日本食について質問したアンケート調査があります。観光庁が実施したそのアンケートの結果、寿司や天ぷら、和牛などの人気メニューを抑えて、第1位に選ばれたのはラーメン。醤油、味噌、塩、豚骨。バラエティ豊かなメニューとコストパフォーマンスの良さが人気の理由のようです。また別の調査があるのでそちらも見てみましょう。和食のうまみクラブが100人の外国人に質問したランキングの結果があります。それによると、寿司やラーメンを抑えて堂々の第1位になったのはなんとお好み焼き。今では海外でもお好み焼きといえば通じるようになったほどの人気メニューなんです。寿司やラーメンを上回ったお好み焼きの人気の秘密とは、どんな国の人々がお好み焼きを食べているんでしょうか？早速行ってみましょう。まずは好きな日本食としてお好み焼きを選んだ外国人のコメントから見てみましょう。ふわふわの中に海鮮がたくさん入っていて超美味しい。ボリュームもあって甘辛なソースがビールにすごく合う。大満足。日本で一番美味しいね。外はカリカリなのに中が柔らかくて最高だよ。外国人の皆さんのコメントによると、ボリュームと手軽さ、好きな具材を選んでアレンジできること、家庭でも簡単にできるというのが人気の理由のようです。では、お好み焼きが人気になっている国というのはどこだと思いますか？農林水産省のサイトに、海外における日本食レストラン数調査があります。それによると、2021年時点で世界で一番日本料理店が多いのはアジアで約10万店、2番目に多いのが北米で3万1000店余り、3番目が欧州で約1万3000店となっています。この結果から見ると、お好み焼きブームになっているのはアジアかなと思った方もいるかもしれませんね。しかし実はお好み焼きが大人気なのはなんと欧州のフランス。フランスではお好み焼きがお店の前に長い行列ができるほどの大人気なんだとか。もともと日本や日本食が人気だったフランス、例えば日本のランドセルを背負った男性がいたり、ドアボーイにお礼を言ったらどういたしましてと日本語で返ってきたり、日本に興味を持っている人が多いようなんです。特にパリでは日本料理に興味を持つ人が多かったのですが、最近は日本式のお弁当屋さん、弁当の人気が高まっています。お店によってはメニューは違いますが、
唐揚げ弁当や丼物、寿司、うどんなど種類も豊富で、イートインコーナーまであるのだとか。そんな中、フランスにお好み焼きブームを巻き起こした一人の日本人女性がいます。その人の名前は田淵博子さん。大阪市出身の1981年生まれ。田淵さんは青山学院大学在学中に起業家の OGOB と接することのできる青学ベンチャーネットワークに参加し、いろいろなプロジェクトに参加しました。そこで仕掛けられるより仕掛ける方になりたいと強く思ったのだとか。その後、学生時代に就職活動のマッチングを行う会社やピンクのパソコンを作る会社を設立します。若い頃からアグレッシブな方だったんですね。ある日、友人と開いたパーティーにたくさんのフランス人が来ました。そこで大量に作れる料理ということで、田淵さんは昔からよく作っていたお好み焼きを出したところ、フランスの方たちに大絶賛だったそうなんです。当時パリにお好み焼き屋は1軒しかなく、フランス人からも背中を押されてパリに出店を決意したのだそう。当時結婚してはいましたが、ご主人と別居中で人生のどん底を味わっていた田淵さん。そこでどうにでもなれという気持ちでパリにお好み焼き屋を出すことにしました。これが彼女の人生を大きく変えることになったんです。2012年にフランスに渡り、2014年3月におこむすをオープンさせました。ホームタウンで開業することでも大変な勇気が必要なのに、ましてや知らない海外の国に行ってそこで開業するって、なんてチャレンジ精神の持ち主なのでしょう。素晴らしいことですね。マレ地区はパリでも流行の発信地として知られる場所です。そんな町で田淵さんはお好み焼きの本場である大阪の味で食の都パリに挑みました。やがて新しいもの好きのパリの業界人に一目置かれるように。特に宣伝しなくてもガイドブックやメディアが取り上げてくれたので、広告費も全くかからなかったそうです。口コミだけで知名度が上がり、なんと売り上げは日本の繁盛店の平均と比べて2倍。これだけフランスで田淵さんのお好み焼きが大人気になったのはどうしてなのか。その人気の秘密を探ってみましょう。田淵さんのこだわりは、それはフランス人好みに味を変えないことだそうです。具材は豚、エビ、イカの3種類から選べます。ソースもマヨネーズも日本製。本場大阪の味で勝負しているんですね。店内はとてもおしゃれな雰囲気で、まるでワインバーでお好み焼きを食べるよう。おこむすではお好み焼き以外にもたくさんの居酒屋風メニューがあります。鉄板調理のだし巻き卵が名物なんだとか。カウンターの前の鉄板で作るスタイルもフランスのお客様のハートをがっつり掴んでいます。目の前で作る演出はもちろんですが、手作りだということが分かって安心して食べられるということなんですね。ベジタリアン用のお好み焼きやグルテンフリーのお好み焼き、鰹節抜きのメニューまであります。大阪本場の味といっても、やはり海外のお客様用に配慮がされているんですね。ベジタリアン用のお好み焼きには豚肉代わりにレンコンがたっぷり。鉄板もお肉を焼く鉄板と焼かない鉄板に分かれていて、ベジタリアンのお客様への配慮が行き届いています。さすが日本人らしい気配りですね。田淵さんがお好み焼きを広めたことで、フォークとナイフではなくコテを使いこなすフランス人も増え始めたそうですよ。お好み焼きといえばコテは必須ですからね。ちなみにフランス人はお好み焼きを食べるとき、ビールではなくワインをたしなむそうです。お好み焼きとワイン、そこは日本人とは少し違う感覚かもしれません。フランスの有名なグルメ記者によると、
フランスではオムレツがよく食べられているそうなんです。そのオムレツに似ているお好み焼きに親しみを感じるということなんだとか。実はフランスの他にもイギリスのロンドンでお好み焼き屋を経営している日本女性もいます。その方は大阪市生まれのプリーストマン素子さん。2010年にロンドンの下町ブリクストン地区にお好み焼き屋おかんをオープンさせました。ボリュームたっぷりの豚玉とごま油の香りが食欲をそそる焼きおにぎりが名物でした。このメニューがロンドンで大受け、客が客を呼び計4店舗を構えるほどの人気店へと成長したのです。しかし新型コロナの感染流行によるロックダウンで休業を余儀なくされました。そこで屋台スタイルでテイクアウトのお好み焼きを始めたところ、行列ができるほどお客さんが戻ってきたのです。外に置かれたテーブルでお好み焼きを頬張りながらロンドンのお客さんがこう話しています。手作りで出来たてというのがわかるから素晴らしいと思うわと。パリでもロンドンでも目の前で焼くというのが魅力の一つになっているんですね。ところでおこむすもおかんも関西風のお好み焼きですが、この動画をご覧になっている方の中に広島の方はいらっしゃるでしょうか。お好み焼きというとどうしても広島風か関西風かというこだわりを持つ方もいらっしゃるようですね。私の広島出身の友人が学生時代に初めて大阪風のお好み焼きを食べた時、興奮しながらこう話しました。最初から具材を混ぜて焼くなんて、なんて横着な。一つ一つの具材を丁寧に重ねていく広島風のお好み焼きが当たり前だと思っていた友人は、大阪風の焼き方が手抜きをしているように見えたのかもしれませんね。確かにキャベツや焼きそばなどの具材を山のように重ねて、それをひっくり返して一枚のお好み焼きに焼き上げていく様子は、初めて見た時は感動すら覚えたものです。この広島風 VS 大阪風のお好み焼きの違いについて、海外の人たちはどのような反応を見せているのでしょうか。大阪風と広島風両方食べたことがあるけど、広島の方が美味しい。それに鰹節を除いてもらったこともあったっけ。日本に住んでいた時から大好きな日本食だよ。大阪風の方が好き。色鮮やかで美味しそうだから。どちらもいいけど、ビールと合わせるには大阪風の方がぴったりなんだよ。大阪風は重くもないから、2人から3人で軽く食べるのにいいからね。大阪風は自分で作ることができるよ。広島風は正確に作るのにたくさんの作業を必要とするから、自分で作るのにはおすすめしないね。たくさんの具材が入っているから広島風が好き。それに一つ一つ手間がかかっているし、それが芸術のように味わえるからね。どちらがいいか決める前に自分で両方食べてみるよ、近いうちに。最後の方の意見のように、日本人としてはぜひ両方食べ比べてみてほしいですね。きっとどちらにも満足してもらえると信じています。だってどちらも本当に美味しい日本の味なのですから。海外の方たちにも喜んでもらえる日本食の代表格にもなったお好み焼き。粉と野菜を中心に何を入れても美味しくて、栄養のバランスも取れる素晴らしいメニューです。皆さんのご家庭でも好きな具材でご家庭の味のお好み焼きを作るのではないでしょうか。それは海外でも同様、その土地や好みに合わせて作れるお好み焼きの魅力は世界中に広まっています。今海外では日本食がブームになっていますが、各国の食文化に合わせて材料で自由に作れる面白さがお好み焼きの魅力のようです。今年2023年5月、広島で開催された先進7カ国主要会議で
お好み焼きは再び注目を集めました。イギリスのスナク首相がお好み焼きを作る様子がイギリス大使館のツイッターにも投稿されています。さらに2025年に大阪で開催される大阪・関西万博では会場で提供される食の目玉候補にも上がっているそうです。お好み焼きソースの老舗オタフクソースでは、豚肉とアルコールが禁止されているイスラム教の方々のためにマレーシア工場にて肉やアルコール由来の原料を使わないハラール対応調味料を作っています。オタフクソースによると、取引先を中心に把握できた海外のお好み焼き店は21年の時点で約430店舗あり、16年の約300店から 1.4 倍に増えました。中でも韓国は最多で100店ほど、中国や台湾、欧米でも増えています。フィリピンでは日本のお好み焼きチェーンの道頓堀や志望が出店しています。現地の新聞記者は、自分は寿司、ラーメン、天ぷらのような有名なものしか知らなかったが、志望に入った時すべて変わったと述べています。お好み焼きはいささか舌を噛むような料理名だが、一度覚えると全く食欲をそそる名前になるとも語っています。もちろん全ての外国人がお好み焼きを好むわけではありません。こってりしすぎとか、腹にたまるので食べきれないという声もあります。万人に好まれる完璧な料理はありませんが、それでもまずはぜひ一度お好み焼きを食べてみてほしいですね。できれば広島風と大阪風、どちらも食べてみてほしいものです。そうすればその魅力はきっと分かっていただけることでしょう。さあ、皆さんもこの動画を見終わったら、小麦粉とキャベツとお肉、お好きなシーフードを買いに行きましょう。ソースとマヨネーズも切らしてないか確認してくださいね。あ、青のりと鰹節も。山芋は必須ですよ。お飲み物はビールにしますか？それともフランス風にワイン？お好み焼きが美味しいからって飲みすぎにはご注意ください。よかったらコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画を見て面白かったと思ったら、ぜひ高評価、チャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。